皆さんこんにちは。2020年以来の優勝を目指しているものの、開幕からつまずき低迷していた巨人ですが、徐々に浮上していき、現在4位ながら2つの貯金を作っており、 A クラスも余裕の射程圏内となっています。そんな巨人ですが、3位広島にあと一歩及ばず2連敗、復調していたチーム状況に暗雲が立ち込め始めます。そんな中、巨人の主力でありスター選手でもある坂本勇人選手が怪我で離脱する事態が発生してしまいました。さらにこの離脱、一部では今季絶望的といった見方もされており、ファンからは嘆きの声も。果たして坂本選手を襲った怪我とは、復帰までどのくらいかかるのでしょうか。そこで今回は坂本選手の怪我の状態や、それに対するファンの反応などを紹介していきます。2006年にドラフト1位で指名され、2年目から巨人の主力選手として活躍していた坂本選手、レギュラー定着以降12シーズンで平均157安打を記録しているヒットメーカーで、2017年には NPB 史上2番目の若さで1500安打を達成。2016年にセントラルリーグの遊撃手としては史上初となる首位打者を獲得し、2020年には右打者としては最年少となる31歳10ヶ月で通算2000本安打を達成し、守備では2010年に両リーグの守備イニング数千以上の遊撃手中4位の UZR4.4 を記録し、2012年には同じく両リーグトップの UZR16.0 を記録、ゴールデングラブ賞を5回も獲得するなど、攻守ともに活躍し、誰しもが認める選手に成長していきました。一方で昨年は3月21日の練習中に負傷し、左内腹斜筋損傷と診断され、2008年から続いていた開幕戦の先発出場が14年連続で途切れると、27日の開幕3戦目に一軍復帰し、4打数4安打の固め打ちを見せますが、4月30日の阪神戦で負傷し、翌日右膝内側側副靭帯の損傷で戦線離脱。6月9日に一軍復帰すると、西武戦では先制的自打を含む3安打を放つなど復活をアピールしましたが、7月7日に腰痛のため再び離脱し、オールスターゲームも仙腸関節炎のため辞退するなど怪我だらけ。さらにトラブルなどもあり、いい結果が残せませんでした。また今季はオープン戦から調子が上がらず苦しむなど、到来の坂本選手らしくない姿となっていました。開幕以降も苦しみ、一時期はスタメンを外れたりもしましたが、徐々に復調し、6月25日終了時点で打率2割7分10本塁打28打点と十分な成績を残し、普通に巨人の主力として活躍しています。そんな坂本選手ですが、先日の23日の広島戦で走塁で右足を痛め負傷交代するというアクシデントがありました。その後24日に出場選手登録を外れていましたが、検査の結果右大腿二頭筋長頭肉離れと診断され、長期離脱が確定。少なくとも前半戦は絶望的となりました。原監督は坂本選手が負傷した試合後に、怪我とか我慢強い人があそこまで簡単ではないと思うと話していましたが、案の定軽傷ではない怪我となってしまい、ファンからはこれは痛すぎる、ええ、せっかく復活気味だったのに坂本離脱は辛いなど嘆くファンが多くいました。この坂本選手が負った右大腿二頭筋長頭肉離れですが、1度から3度と症状の範囲が設定されており、坂本選手の肉離れは2度、怪我の程度的には中程度の怪我で、基本的に完治には1から2ヶ月かかるといいます。昨年から筋肉に関するアクシデントが多い坂本選手、長年巨人の遊撃手というポジションを守っていますし、さすがに体へのダメージが溜まってきているのかもしれませんね。こういった坂本選手の状態などもあって、一部では今季は厳しいのではないかという声も出ています。この怪我は完治に1から2ヶ月かかるため、復帰は遅く見積もっても8月になると思います。なので前半は間違いなく無理ですが、後半からなら出場することが可能です。ただ
復帰してからの調整などを含めると、いきなり復帰するのは難しいでしょうし、何より近年は復帰して怪我するを繰り返しているため、調整は慎重に行うべきでしょう。そう考えると、復帰するのに時間がかかるため、ファンの間では、今季は出場できないのでは、といった声も上がっているのです。また、打撃面もここに来て状態を上げていましたが、これにより、不振に陥る可能性もあります。まあ、坂本選手に限っては大丈夫かもしれませんが、開幕以降、極度の不振に陥っていたため、心配する声も多くあるのは事実です。坂本選手はすでに2軍のリハビリ組に合流し、リハビリを開始しているといいます。前半戦は無理でも、後半戦になんとか帰ってこれるように、うまく調整を続けてほしいですね。さて、坂本選手の離脱は本人はもちろん、チームにとっても痛手です。この坂本選手の穴をどうやって埋めていくのでしょうか。坂本選手が離脱した次の日の広島戦では、ルーキーの門脇選手がスタメンで起用されていました。門脇選手はルーキーながら遊撃で高い守備力を披露し、首脳陣の信頼も勝ち取っていました。しかし、打撃の方ではまだまだ課題が多く、25日終了時点で打率1割7分3厘とプロの洗礼を浴びている状況。守備面はともかく、打撃での穴埋めは厳しいでしょう。その次の25日の試合では、中山礼都選手が遊撃のスタメンで起用されています。中山選手はプロ3年目の21歳で、昨年も坂本選手の離脱時には遊撃手として試合に出場しています。今季はここまで37試合に出場し、打率2割6分2厘本塁打はなく、打点も3しか挙げていませんが、走攻守3拍子揃った選手として期待されており、坂本選手の代役としてはぴったりかもしれません。ですが、原監督はおそらく門脇選手と中山選手を併用するのではないかと考えられます。坂本選手離脱後の2試合ですでにそういった起用をしているため、育成も兼ねてそういった起用を見せそうです。さて、坂本選手の代役はこのように決まっていそうですが、一人の選手が埋めれるほど坂本選手の穴は小さくありません。今季から巨人に入団したオコエ選手など、他のポジションを守っている若手がこの穴を一緒になって埋めなければ、巨人の浮上はないでしょう。巨人にとって優勝は至上命題。そのためには全選手の活躍が必要です。果たしてこの坂本選手離脱というピンチを乗り越え、久々の優勝を勝ち取ることができるのか、注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。